GB のラジオ、略して GB よ。はい、始まりました。 GB のラジオ、略して GB よ。今日も少しの間ですけれども、 GB にお付き合いください。よろしくお願いします。今日は3月の1日水曜日ね。もう3月もスタートしました。去年じゃないや、先月2月はどんな1ヶ月でしたか？僕はね、配信曲もバレンタインズデーも配信できたし、村上圭介くん、僕が共作させてもらった曲の配信もあったりと、盛りだくさんな1ヶ月で、みんなからもね、たくさん素敵な言葉をもらえて、すごく有意義ないい1ヶ月でした。おかげさまでありがとうございます。今月はね、今月も新曲も出るし、11日にはライブも、久々のライブもあるので、楽しいことがたくさんあるんじゃないかなと思っていますけど、みんなは3月はどんな1ヶ月にしたいでしょうか？花粉がね、花粉症の方、これね、今ジビを聞いてる人の中でも花粉症の人たくさんいると思うんだけど、毎年さ、ここ何年かで最も花粉が飛んでますみたいなニュースをさ、もう何年もやってたじゃない？で、今年も言ってたじゃない？またさ、なんか最大って言っときながら大したことないんだろうなって思ってたら、今年の花粉は手ごわい手ごわい。もう毎日目はかゆいし、鼻は詰まるし、もうね、肌もちょっと荒れてきちゃったりするぐらいね、僕は花粉を感じております。皆さんはどうでしょうか？なんかインスタライブでね、鼻にワセリンを塗るといいよとかね、あのヨーグルトを飲むといいよとかね、いろいろなんかこう解決策というか、花粉の時期を乗り越える方法を教えてくれたりもするけれど、いやー辛いね。もうこれがあと、まあ、1ヶ月ぐらい、1ヶ月半ぐらいかな、続くと思うとちょっと憂鬱な気持ちにもなるけれど、一緒に乗り越えてこうぜ、花粉症の同志たちよ。そしてね、なんかまあそんなのも忘れられるぐらいたくさんいい思い出を今月3月は作っていきましょう。よろしくお願いします。さてさて、今週のジビオのトークテーマは子供の頃の失敗談。まあね、大人もそうだけど、まあ特に子供はそうかな。いろんな失敗をして、いろんなこう恥ずかしい思いをして成長するものだと僕は思っているのですけれども、最近ね、みんなからこのジビオのテーマに対してのコメントがもう多くて嬉しいよ。僕はみんなからの愛を感じております。ありがとうございますね。みんなのあのコメント、まだね、これ最近ジビオを撮りながら目を通すスタイルにしようと思ってるので、より臨場感をね、僕も味わいたいので、あのこの後みんなの紹介していきたいなと思います。僕の失敗談さ、先週もそうだったけど、僕あんまり面白いエピソードないんだよな。失敗しない男ってことなのか。冗談はさておきね、みんなからの、メッセージ、コメントを紹介していきたいと思います。その前に、まあ、いつもその前にって言うけれども、一曲聴いていただきたいと思います。まあ、失敗談なんでね、この曲がぴったりなんじゃないかなと思います。聴いてください。ジビでなんとかなる。